シュバテソーロ、天才だったことが判明する、に対するみんなの反応。調教ので入り口を覚え帰ろうとする、調教全般が好きじゃない、あの川田が終始半笑いで受け答え、こいつ天才では?とりあえずゲートは改善したみたいでよかった。パドックのあれはしっかりフォローされてるのに追い切りはフォローないの草生えるわ。ステゴのずる賢さがまんま遺伝しとる。宿題やりたくない小学生みたい。でも本誌で100点取れるから困る。たまにそういう人いるけど馬にもいるんだな。笑いこらえながら話す川田の声でダメだった。川田としても今回は前目で競馬したいんだね。嫌だ嫌だ主張しつつもちゃんとやることはやるし無駄なことはしない。こいつだと言ってからはただの超仕事できるサラリーマンでは?牛場の面白エピソードって優雅発多くない。インタビューとか注目されるようになったのがドバイ WC 勝利後だから。なんでこんな奴が今まで G19 連勝できてるの?紙一重で負けるじゃんこんなん。ステゴ孫でも屈指のステゴの血脈だと納得できるやつ。あの川田を保育園の先生みたくする馬。川田ジョッキーと牛場テソーロのコンビ面白いからね。川田もドバイの時みたいにここが今日自分が勝つ舞台かみたいな感じには慣れていないんだな。サンタアニタ初挑戦だからさすがに楽観的にはいられないんだろう。川田は不真面目な人間には厳しい感じなのに、不真面目な馬とは案外相性がいいのか?割と不思議なコンビだな。最小限の動作で最大限の効果を得る、牛場って効率中なのでは?どれだけ追い切りをサボろうと本番勝てばいいんだよ。つまりここ最近供給された牛マリは実質的に牛場がマリリンにもっと一緒にいるよ。まだ帰っちゃダメ?ってこと。というかマリリンにハニトラ仕掛けてもらって連れ回してんじゃない?日テレ杯のパドックで出入り口の前を通るたびに切なそうにそっち見てたが、調教の時からそうなのかよ。天才の一撃期待してもいいんか?ステゴ系ってほんと頭良さそうな馬多いよな。ほんと面白い馬だな、大好きだよお前が。調教こんな感じなのにパドックは爆発寸前くらいに高ぶってるとから草激しすぎるよな。これは関係者は相当手を焼いてきたことやろね。まあ騎手としても達観するというかある意味で気は楽だよな。こいつなら、ダメだった時でも今日は走る気がありませんでしたで済む。今までよくちゃんと当日にやる気出してたな。この馬で当日までわからないっすとか初めて聞いた。こんな面白いやつはなかなかおらんので、無事帰ってきてくれと願うばかり。欲を言えば買ってほしい。委員長のマリリンちゃんと不良な牛場くん来てる。なんでこれで今まで勝ってるんやって不安になる情報ばかり公開されるな。ただのダウナー系の幻想のまま本番迎えるより心構えができていいのかもしれないけど。調教時は超問題児なのになぜかレース本番だと優等生なんだよなこいつ。ステゴ族だから何かやらかすって毎回言われてるのにスタート以外でやらかしてる印象がない。牛場くんオス6係のマリリンちゃんメス6。つまりインマリリンにたぶらかされる牛場ってこと?なんつう訳し方してんだてめえ。希少なんだけど操縦性良くてレースは真面目なのはおじいちゃんと違うところ。調教とパドックとレースが同じ馬の情報とは思えない。全部矛盾し合ってるの奇跡的すぎて草生える。ドバイでも帰ろうとしてたし、なんなら調教はクソ追い切りだし今更や。川田にとって BC は特別なもので、ある程度のことは個性として笑って済ませちゃえるレベルなんだろうな。川田よくこんな馬の馬券買うな。競馬民はよく見てるんや、なお結果。なんであいつ調教嫌いであんなガチムチなガタイしてるんだよ。頑丈かつスタミナお化けだから普通の馬より数をこなせるんだとか。だから調教嫌いなんじゃ。嫌いでも歯向かわないのが牛場のいいところ。中山フェスタみたいに人間に危険を呼ぶほど反抗しない。レース中は操縦性が高く煽られても砂かぶっても平然として反応もいい。厩舎の苦労と枝てるへの感謝が伺えるな。こいつ疲れてないからって理由でドバイから帰国後3日目に販路入りしてたガチの化け物だから。もう一周回って調教好きだろこいつ。あんなど派手なレースして疲れてないのはどういうスタミナしてるんや。C
芝時代に長距離のレースに出て鍛えてたと血統が長距離向きだからスタミナが豊富なんじゃないかな。調教大嫌いだけど嫌いなりに反抗せずやってくれるのは陣営が頑張って信頼関係構築して牛場が受け入れてくれたということでもある。多分たてがみを編み込んで調教行ったらバカみたいなタイムが出る。それでサボり方覚えたらおしまいだぞ。フィジカルが強くて頭が良くて練習嫌いでも本番は勝つ、人間だったらクソ憎たらしいやつだな。調教真面目にやらない、質が足りない、量を増やす、嫌いになる、真面目にやらない。普通なら負のループのはずなんだけどな。むしろマイペースだからこそ体作りしっかりできて疲れにくいのかも。強引に帰ろうとするんじゃなくてあわよくば帰れないかなぐらいの感じが面白い。現役で親父とか白大福だのを追ってた人らもこんな気持ちだったんだろうか。祖父もおじもレースが近づくと自分で食べる量を調整とかして体を作るそうだからきっちり継承してるんだな。リバティの時は男泣きしてたのに DWC といい今回のといい牛場の時は全体的にウキウキというか楽しそうなの笑う。ふーん、面白い馬、みたいな感じなのかな。川田は海外に行くとニコニコしてるからな。国内の方が責任感とかでプレッシャーを感じるタイプなのかもしれない。普通逆だろ。海外に強いじいちゃんや BC クラシック勝ちのひいじいちゃんのカゴがあらんことを。牛場の負けパターンとしてはアラビアンナイトを差し切れない、が一番想像できるかな。ホワイトアバリオがハーツくらい覚醒みたいなことなってたら素直に諦めよう。逆にアメリカ勢からの牛場テソーロの評価ってどんな感じなんだろ。記者とか現地関係者はめちゃくちゃ警戒してるし馬体や動きは褒めまくってる。ゲートの件でちょっとだけ不安要素は出たけど現地2番人気帯は日本馬としては異例中の異例よ。もしこれで牛場が BCC 取ったら、史上初のアメリカ生産でもアメリカ調教でもない BC 馬が誕生する。なんなら BCC 勝利馬の最高齢も更新、ふふ、ブルっちまうな。ついでにドバイワールドカップ&BC クラシック同年制覇も史上初だ。これで牛場が逃げたら爆笑するわ。マルシュの BC ディスタフ超えるあたおか超ハイペースなったりしたら笑う。怖いのはむしろペースを落とされること、まあその時は前目につけるだろうけど。牛場としてはハイペース上等だからね。調教は本当にやる気なかったのか草。面白い馬に面白い男が乗るんだなぁ。出てくるエピソードが大体ステゴ3区にありえそうなエピソードなんよこいつ。今は言えないエピソードが引退後に山ほど出てくるのを期待してるぞ。無事に帰ってきたら100点、馬券に入ったら200点で、勝ったら300点や。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。